ことを教えてくださるのか期待をしながら、主よどうぞ、このしばらくの間、さまざまな妨げとなる思いや、そういう出来事を私たちの心から覗いてくださって、御言葉によって心が照らされますように、そして本当にあなたの求めている歩みの中に一歩進み行くことができるように導いてください。初めから終わりまで、あなたと共にいて教えてください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。先月このバイブラショップの、冒頭といいますか、創世記の1章と2章を学んだわけですけど、今日は創世記の第3章ということです。で、来週創世記の4章をやって、その後からは、ローマ人の手紙を学び始めることになります。なぜ今創世記をやっているかと言いますと、ローマ人の手紙の中にある例えば罪という問題とか許しということとか、そういう言葉について理解しようと思うとき、どうしても旧約聖書のこういう一番大元になっている記事を知っておく必要があると思ったからです。そんなわけで今日は創世記の第3章、有名なところです。人間が作られ、男と女とか作られ、本当にその愛のあふれる会話が成り立って、麗しい状況が始められたその直後の出来事ということですけれども、ちょっと最初の部分だけ読んでみますね。皆さんのお手元にもこれ、新共同訳聖書ですけれども、創世記3章本文がありますので、よろしくお願いします。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇である。蛇は女に言った、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのか。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目を開け、自分たちが裸であることを知る。どうした。まずはここまでの出来事です。こういう物語の中に出てくる蛇って、もう最初からこれ悪魔悪魔っていう結論がこう見えてくる感じがするんですけども、実はそれを言ってしまうと人間の罪は人間のせいではなくなってしまうんですよね。しょうがねえじゃん、悪魔にそそのかされちゃったんだからっていうことが成り立ってしまうと、人間は別に何の それに対して何の力もないということなので、つまり悪魔だとすればですよ、超自然的な存在ですから、生身の人間としては手が出せないわけですから、この蛇の出来事をただ単純に悪魔だと決めつけてしまうと、この後の十字架も復活もあまり意味がなくなるんですね。じゃあどういうことかと言いますと、人間は当初その創造の出来事を書いてある一章の終わりのところを見ると、彼の役割は地を治めることであり、地に住むその命あるものを治めるというのが人間の役割でした。そう考えると人間はこの蛇に向かってあることを言えたんです。蛇が近くに来て何か具体的に何かそそのかした場合、人間はそれに対してあなたは黙っていなさいということができたんですね。人間はこの蛇を抑える、あるいは管理する、従わせるということが役割としてはあったはずなんですけれど、それをまずしてないんですよね。特に問題が神様との関係の出来事になっていますので、蛇のこの言葉は実に巧妙と言えます。
園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかというふうに疑問を投げつける。さっき言ったように人間はそれを聞いて、それはお前と何の関係もないということができた。あなたに答える必要はない。あなたとこの件に関して問答する必要は全くないということができたんです。イエス様が最初の公の生涯の中で最初のその40日40夜断食をして荒れ野で、試みる者から、試練を受ける、ね、サタンから試練を受けるというシーンがありました。あそこの中でイエス様はいわゆるその無駄口を全然叩いてないですよね。お前が神の子だったらこの石をパンにしてみろ。イエス様は全くそれについて、いやできるんだけどねとか、なんかこうね、なんかそういうやり取り全然してないですよ。イエス様は人はパンの身にできるものではないという、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてあるではないかと言ってこう抑えるですね、支配する、人間に託されたまず最初の生きているものを支配するという役割をここで彼らは放棄してしまったというのがあるんです。神がこれをやんなさいと言われた事柄についてちょっと放棄してしまって、どん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 付け入られてしまうということがここに起こっています。だから女性のこの言葉も、女は蛇に答えた、私たちは園の木の果実を食べてもよいのです、でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様おっしゃいました。まあ、これ訳ですから具体的には この通りというふうに考えられるかどうかわからないですけれども、この女の人の蛇に対する答えは非常に曖昧です。神が何と言ったかというと、あの園の中央の木の実から取って食べてはならない、あなた方がそれを取って食べるその時あなた方は必ず死ぬって言ったわけですよね。でもこの女の人は、私たちは園の木の果実を食べてもよいのです、でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神はおっしゃった。神様の命令や神様の言葉がなんとなくこう水増しされて、まあ私の神様はいい神様からね、こんなことは起こらないと思うけど、まあ一応そういうふうに言われたんですよっていうようなイメージで、その真剣さがこうどん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 薄れていっている。でこっからものすごい重大な問題なんですけど、3章の4節、蛇は女に言った、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。神様と真逆のことを言うんです。ここでね、蛇は決して死ぬことはない。神様は何と言ったかというと、あなた方は必ず死ぬっておっしゃったわけですね。あなた方は必ず死ぬという言葉と決して死ぬことはないという言葉を聞くと、いや決して死ぬことはない方を選びたいですよ、人間はねそうですよ、大体そっちの方がなんとなく都合がいいように思うから。でもそれが神の言葉と真逆だというところが問題なんです。神がそれをおっしゃってるならいいですよ。だけど神が言ったことは、あなた方は必ず死ぬって仰せになったので、その線を崩しちゃいけなかったんです。こういう文章はいろんな理解の仕方がありますけれども、やっぱり人間の心を表している非常に見事な文章だと思います。それはもう大昔からあった課題で、人間はなかなか神が求めている通りに生きられない。やろうと思っている良いことができず、やっちゃいけないと思うことをやってしまう傾向がある。でそれがここから始まってるほらっていう感じですよね。そういうなんか犯人さんじゃないけど、ほらここに犯人が、だからといってこのエヴァとアダムだけを責めるわけにいかないんですよ。私もそっくりだから、もうね、嫌なほど似てますよね。でみんなこれ、まあ、私たちはみんな同じなんですけれども、ただ蛇が女に言った言葉を女の人がまともに受け止めているというところに逆転現象が起こっている。本来はこの人間は蛇を支配して黙れって言わなければいけなかった。ところが今はこの蛇にそそのかされて、蛇が言った通りのことを神の言葉よりも重い言葉として受け止めてしまっている
という、 こう逆転現象ですね。蛇にコントロールされてしまっている状況というのがあるんですね。でこれ実に深刻ですね。蛇は女に言った、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。いいこと言うわけですよ、ね、大丈夫だよ、神はね、あなたをね、神のようにねさせたくないんだ、要するにってね、そんな感じですね。しかも3章の、4節、あ、ごめん、3章の、6節、女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた、というこの言葉。要するにこう言いながら、女は蛇と一緒にその園の真ん中に行くわけですよね。わざわざ行かなくてもいいのに行くわけですよ。そしてわあ、なんて綺麗なんだろう、なんて美味しそうなんだろう、ということで結局この木の実を食べてしまう。これは最初から最後まで人間の責任です。蛇の責任じゃないですよ、これ。人間がどん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 取り込んで、神は絶対にね、必ず死ぬと言っておられるにもかかわらず、蛇の言葉、死なないよ絶対に、そっちを取って、そしてそそのかされる方向に自分の意思でこう向かっていくですか。さっき言ったように人間は蛇を抑える必要があったし、黙らせることができたし、でもそれをしなかったんですよね。きっと心の中に蛇と共感する部分というか、そうだよね、食べたいよね、やっぱりね、他のものは全部た、ね、他のもの全部食べていいっておっしゃったんだけども、やっぱり食べちゃいけないっていうものだけはやっぱり食べたいよねっていう、まあ、これはあの人間の一つの差がみたいなものですね。お医者さんにいろんなこと言われて、これ食べちゃダメだよって言われると意外と気になってですねなんかそればっかりが美味しそうに見えるというね、ありますよね、ないですか皆さん、そういうのってね、あるような気がするんですよね、天の弱というか。ですからこの出来事に関して言うと、蛇の責任というよりも人間の責任として、こう歴史の中に残るんです。もちろんそそのかしたという面では蛇にも大きな責任がありますよ。で新約聖書の中に入ると、この蛇はまさに人をそそのかすものとして、あるいはサタンとして書かれているんですけれども、この創世記の中ではこの蛇そのものをサタンというふうな意味では書いてないんですね。人間の責任で罪を犯し、そしてその罪は人間の総代表が罪を犯したことなので、そこから生まれる全ての人にその罪の傾向というのがこう継続されていくということになります。そして3章7節、2人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、2人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。その日風が吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。まあ、ここから第2幕目ですね。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた、どこにいるのか。これはもう2幕目ですね。でこれどういうことかと言いますと、自分たちが裸であるということを今までは恥ずかしいと思わなかった、でもなんとなくそこに恥ずかしさが生まれて、隠すようになり、そして主なる神の足音を怯えるようになる、怖くなる。アダムと女が主なる顔、神の顔を避けて園の木の間に隠れると、という言葉が出てきます。死が入り込んできました。三章の中でアダムが死んだとかエヴァが死んだとかいう言葉が書いてないぞ。でも必ず死ぬと言われたこの出来事は、まず神と人との関係の中に死がもたらされました。関係の中に死がもたらされる、どういうことかというと、今までは本当に麗しい存在で、本当に親しい存在で、顔を合わせて話すことが何より楽しみだったのに、人間は神の足音を嫌い、恐れ、そして神の御顔を避けるようになった、隠れるようになった、関係のこう関係の破壊というか、それが起こってるんですね。で主なる神アダムを呼ばれて、どこにいるのか、アダムどこにいるのか。これ別に神様は見え
ね、神様の方でどこ行っちゃったかなって、そういうことではないんですよね。また後でちょっと出てきますけれども、この章の中に神様が人間に対して呼びかけた言葉は、決してこれは責める言葉ではなく、そこに思いとどまらせ悔い改めを促すための言葉です。つまりどこにいるのかというのは、どうして隠れているんですかという意味でもあるわけですよね。今までも何にも隠れなくてもいいはずだったのに、どうして隠れているんですか。そしたらそこで即座にごめんなさいって言えばいいのに、それがないんですね。で、3章の10節、彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。ここに恐ろしくなったとか隠れているという言葉でいきます。これも関係の死と呼ばれるものですね。関係が死んでいく、なんとなくこういるということがなんとなくこう居心地が悪くなる、居場所がなくなるような気がする。で、私は裸ですからという言葉を受けて、神は11節、神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。この2つ、お前が裸であることを誰が告げたのかということと、取って食べるなと命じた木から食べたのか。これもまた決して責めてる言葉ではないのです。確認ですよ。誰がそれを教えたのということと、取って食べましたかという、神様ご存知ですよ、もうそれは。だけどこういう言葉を語ることで、本当はごめんなさいって言わせたいわけですよね。本当はごめんなさい、取って食べました、ごめんなさい、蛇を治めることはできず、蛇にそそのかされたとはいえ、私の責任で取って食べてしまいましたって言えばいいのに、言えないんですよ。死が入り込んでいるから。で、どういうかというと、これはすごいですよ。3章の12節、もうアダムの名言中の名言ですね、これ。言い訳としてアダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。どうですこれ頭にくると思いますね。食べたのあんたでしょって、ね、それぞれ責任で食べたんでしょって言いたいけど、アダムはちゃんとまず神様のせいにするわけですね。あなたがこんな女を私に連れてきたから、私この女にそそのかされて食べたんですよ。やらしい言い方ですよね。前のページにこの人なんて言ってると思います。これこそは今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これ女と名付けよう、これは男から取られたのだからって言ったばかりですよ。あなたこそ私の骨からの骨、あなたこそ私の肉からの肉、もうあなたと私とは本当にね、その、同じ体から作られた、ね、助けてです、麗しい助けてですって言ったすぐ後でですよ、この女がとか言っちゃってるわけですよね。なんかね、人間って怖いなと思うわけですね。どこを信じていいんだかよくわからないぐらい。でもここにやっぱこれ死の結果なんですよね。言い訳が始まるんです。責任転嫁が始まる。自分で罪を担おうとしない、なんとか言い訳を作って逃れようとする。じゃあ女の人は素直に答えたかというと、3章の13節、主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。なんでここで蛇を出すかなと思いますよね。このアダムもエヴァも基本的には自分で本当に私の責任です、ごめんなさいって言えないんですよ。でも旧約聖書になんでこんなことが丁寧に書いてあるかというと、これが実は人間の普遍的な心なんですね。どこの国の人でも、どこの国の人でも、おそらく刑務所に行って一人一人に尋ねたら、いや私が間違ってましたっていう人はそんなに多くないと思いますよ。社会が悪かったと思います。友達が悪かった、ね、相手が悪かった、運が悪かった、もういろいろ言い訳だらけだと思いますよ、世界中。それはアダムもエヴァも同じですが、ここから始まったのだよと聖書は指摘するわけですよね。ここから始まったんですよ。だから、あの、全てが変わるという歌を私書いて、ね、ごめんなさいと、ね、ごめんなさいと言えたら全て変わるというふうな歌なんですけど、ごめんなさいが言えないんですよ ね。これはね、
小さな子供でもごめんなさいが言えないと、ごめんなさいを無理やりやせようとすると顔真っ赤にしてね、なんかねこうにらめかしたりなんかすることがあるんですね。これがだからもうね、人間の生まれの時からごめんなさいは嫌いみたい、ありがとうはどっちかというと好きですね。ありがとうは言える、なんかもらうことが好きだからありがとうは言えるんですけどね、これあんたやったでしょってごめんなさいって言いなさいって言ってもね、うんってこうね、だってとか言いながら、まあ、ブンブン文句を言ってごめんなさいはなかなか 言えない、ね、ごめんなさい無理やり言わせようとすると泣き出したりなんかするんですね。これ人間の一つの非常に深刻な症状ですね。それはこのアダムもそうだったしエヴァもそうだったということなんです。つまりそう考えていくとですね、これちょっと現代的な考え方になっちゃいますけれども、昔々ね、お父さんとお母さんに子供が、ちっちゃい子供が、ね、お父さんどうして人間ってさ悪いことするようになったのって、でどうして素直にごめんなさいって言えないんだろうねというようなことを聞かれた時、こういう話があるとですね、読んで聞かせるとそのまま非常に分かりやすい。そうですよね。そういう、まあ、道具と言ったらおかしいし、聖書ですか資料ですとかあまりねそういう言い方しないんですけれど、でもそういうこととして用いられるべく書かれたのだと思います、うん、人間はどうしてごめんなさいが言えなくなったのか、それはこの3章2 章, 2章の後半と3章をずっと読んでいくと、神は食べるね、その中央にある木の実から取って食べてはならない、それを取って食べるときあなた方は必ず死ぬと仰せになった、他の木からどの木からでも食べてよいと仰せになった。でも3章に入って蛇がやってきて姑息な手段で騙して、ね、女にそれを食べさせた。でも本来は女は蛇に対してお前向こう行ってろって言えたはずなのに、その役割を放棄して言いなりになって、そしておそらく言いなりになった背景には自分は神のようになったらなんと素敵だろうと思ったのかもしれない、神のようになれたらなんと楽だろうと思ったかもしれない、まあいずれにしてもそれで食べるわけですね。で食べて、まあ、あなたはどこにいるのかという質問、お前が裸であることを誰が告げたのかという質問、取って食べるなと命じた木から食べたのかという質問、これは決して神様が真っ赤になって怒って責めるための言葉ではなく、悔い改めを促すための質問です。ごめんなさいって言えれば状況は変わった面があるかもしれない、死は入るにしてもごめんなさいという言葉がなかったことが不思議でたまらないですね。でもそれは人間の持っている嫌な、どの人も持っている罪の性格というのはまさにそこにありますね。ごめんなさいが嫌いなんです、ね、ごめんなさい嫌いですよ。もうこれはですね、認知症になったお年寄りでもごめんなさいが嫌いですよ、ね、何も分かってないように思えるけどごめんなさいだけは嫌いなんです。不思議ですね。だから例えば老老介護って言われるね、もうかなり高齢の例えば85歳以上の2人が夫婦で住んでいて、で片方の方が認知症になっていると、ね、でテーブルに置いてあったはずの眼鏡がなくなっていると、それで健常者の方の人は「俺ここに眼鏡あったはずなんだけど知らない?」って言ったら「知らない」って言うわけですね。いやどっか片付けてくれたんじゃないのって言ったら「知らない」、いやでも俺全然いじんなかったからさとか言うね、で2人しかいないんだから私がやらなかったらあなたがやったに違いないんだよって言うわけですよ普通ね。そうするとねカーって怒り出すんですよね。私がそんなことをすると思ってるんですかとかね、結構まともに反論してきてですよ。でそんなこと言ったって俺とお前しかいないわけだから、で俺はやってないわけだからあんたはって言うとね、言えば言うほどこうねもう なんか頭の中煮えたぎってしまうぐらい怒り始めるんですね。すごいですよ本当に。それでそこでですね、メガネがなくなっただけなのにね、メガネがなくなったはずな、あなたはずっと私のことを触って疑ってきたのねとか言いながら、結婚した当初からそうだったでしょみたいな話になって、60年ぐらい前の話がですねポッてこう出てくるわけですね。これも不思議ですね。すさまじいですよ。それで、分かった分かったとか言ってももう一回火がついてしまうとそれだけは覚えてますからね。だからねずっとそのことについてね、もう本当イライラしながらいろんなこと言い出して、でももし文句でも言おうもんならですね、これはねきっとね
この間あの隣のおばさんに会った時変な顔してたからね、きっと隣のおばさんが下に違いないとか言って平気で隣のおばさんのところに文句を言いに行ったりなんかして、まあ周りを巻き込んで大変というケースが少なくないんですよね。つまり認知症の方々っていろんな身体能力が落ちてきますけれども、あの感情とプライドって正常だと言われてるんですよね。感情とプライドは病気にならない。だから責めれば責めるほどカーッとなって、責めれば責めるほど上手に言い訳を始めます。ものすごく上手です。話をどんどん作るから、素晴らしいですよ。素晴らしいっていうか褒めていいのかどうかよく分かりませんけど、ごめんなさいが嫌いなのね本当に。でもそれはもう人間が罪を犯した時からそうなんです。でそれを聖書はこれはね、神との関わりに関して言うとね、死んでる状態だよとこう言うんです。死んでる状態なのだ。それで、それにしてもアダムのこの言葉はひどいですよね。あなたが私と共にいてくださったこの女がっていうのはね、これはひどいなと思いますね。まず神様に文句を言う、ね、あなたがこんな女をここに置いてくれなかったら私は罪なんか犯しませんでしたよっていう言い方ですね。でもこういうことをね、人間は平気で言うんですよね本当に、それがどれほど深刻な言葉なのか分からずに言ってしまうことがあるんですね。で神様は人間と蛇に向かってある種の裁きといいますか呪いの言葉をかけます。3章の14節、主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫との間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。この最後の彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くという言葉は、原始福音とか原福音書、原福音とか言われて、原というのは源という字ですかね。あるいは元、あの原っぱの原って意味ですか。これは彼というのはイエス様のことで、お前というのはまあいわば蛇を代表とするまあ悪魔のことと考えて、お前は彼のかかとを砕くというのは、そのかかとを砕くというのはあの大怪我をさせるわけですね、歩けなくするね。でもこの彼という存在はお前の頭を砕くという、あの蛇を完全にやっつけるという、この象徴的なあの描写はですね、あのメル・ギブソンという人が作った「パッション」という映画がありますけれども、パッションの最初の場面がこれです。気持ち悪い蛇が出てくるんですよね、突然不気味な蛇が、何してんのみたいな感じで、それであの、そのイエス様がその蛇の頭を砕くというシーンが一番最初に出てきます。でそれはあの十字架によってそれがなされるということの予表なんですけれど、パッションはとにかく途中で苦しくなってしまってですね、なんかあまりにもこう血が多くてですね、私が出血して倒れそうだなみたいな感じになってしまうんで、なんかね悪くないんですけども、なんかあまりにもリアルすぎて途中でなんか嫌になっちゃうんですよね。牧師がそれ嫌になってどうするって感じですけども、まあでも結構ね、でもねそういう印象としてそういうものがあったというのをね、ちょっと見ておくと、あここからこのここからの話かというのが分かれば、あ別に偶然あの蛇が出てきたんで踏みつけた、そうじゃなくて、このメルギブソンの理解としてはイエスの十字架というのはこの出来事の成就だというふうに信じてあれを作ったわけですから、あの部分までは見てあとはもういいやって感じでもいいんですけれど、本当に最初の部分、あのゲッセマネの園の祈りの部分でそれ出てくるんですけど、そういう、意味のある言葉として理解されていますね。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。これ女性に対する一つの呪いの言葉ですね。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを這い出させる野の
草を食べるようにする、お前に。お前は、顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで、お前はそこから取られた土に塵に過ぎない。お前は塵に帰る。これは女性の出産の苦しみと男性の労働の苦しさ、まあ、生活環境の厳しい中での生活の苦しさというのは神に対して逆らって死がもたらした一つの結果だというふうに彼らは理解したわけですね。生活が苦しい、それは神の戒めに背いて神との関係が切れてしまったのでこういう苦しみを味わうことになったのだ。でもそれが分かると、じゃあ神に帰ろうという意識が強くなりますから、そういう意味でこれ理解し、そういうふうに理解していくと非常に読みやすくなりますね。聖書は決して切り捨てる文章ではなくて、聖書ってね、やっぱりこのことを通して神に立ち返らせようとする文章なので、その部分についてはしっかり読む必要があると思います。そして3章の20節から、アダムは女をエヴァ、命と名付けた。彼女は全ての命あるものの母となったからである。でその後3章21節、主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられたというこの言葉、非常に印象的です。主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられたということは、アダムといえば殺しはしなかったけれども、神様が何らかの形で動物の皮を彼らに与えて、要するに生きることを良しとされたということですね。死んでるんですよ、神との関係は死んでるんだけれども、しかるべき年月、動物を殺し、ほふってそれを食べたり、あるいは動物を殺してその毛皮で自分の、ね、体をまとったりする、とにかく人間はある時期まで生きるということを神は期待しており、苦しみがあるけれども、生みの苦しみや労働の苦しみがあるけれども、その中で本当にしっかりと生きるということを神様は願っていらっしゃる。それがここにある。主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられたというこの言葉です。ですから考え方によっては、人間は生きていく上でもちろん神様の命の息が吹き込まれ、そして園にあるさまざまな木の実が耕されて、そしてそれが食料となるということと、神が作られた衣装ですね、衣類ですね、それを着せてもらうこと で、そのことのためには動物が殺されているわけですけれども、人間は生きていく上で動物の死、あるいは植物の、穀物の、ね、提供、そして神様の憐れみが常にないと私たちは生き続けることができない。神の憐れみと食料としてのものの提供と、ある動物が殺されるという出来事がなければ人間は生きていくことはできない。でも神は私たちに対して生きるものとなるようにという意味で即座に殺さないんですね。即座に殺していない。人間の寿命というのが、まあ後の方で出てきますけれども、神はこのことがあったからといってアダムとエヴァをそこで即刻打ち首にはしていないんですね。そうではなく、痛みがあるし苦しみがあるし悲しみもあるけれども、私はあなたが生きることを良しとする。関係はある意味で関係は切れていて、前のような濃密な関係ではなくなってはいるけれども、でも神は人間に対して生きることを望んでいらっしゃる。まあ、だからこそ男の名前はアダム、土という意味でしたが、土という言葉から派生した言葉ですけども、女性はエヴァと名付けられる、まあ、イブ、英語ではイブですが、エヴァ、命という意味だと、ね、命。まあ、そう考えていくと、神様の約束を守り蛇を治めることができず、そそのかされて神が禁止していたものを食べることで死がもたらされた。肉体的な死というのは即座にではなく、ひとしきり生きてからの死ということになりますが、神との関係においては死がもたらされた。でその死は非常に深刻なもので、働いても働いてもうまくものは生み出されない、あるいは女性の産みの苦しみが激しくなるとか、社会的にこう疑心暗鬼になってくるというようなことが出てくる。しかし神は革の衣を着せて彼らに
提供する、そしてこの3章の23節の言葉ですが、主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るためにエデンの園の東にケルビムときらめく剣の炎を置かれた。こうエデンの東という映画がありましたね。エデンの東、ジェームス・ディーンが出た映画、内容ちょっと忘れてましたけど、それはここからのタイトルですね。エデンの園の東というね。だから神様から追い出されたということ、神様から追い出された孤独とか、そういう傷とか、そういうような事柄が、まあ、取り上げられていたと考えることはできると思いますけれども、アダムは要するに、まあ、楽園から追い出されるわけですよね。神が整えてくださったそのところから追い出される、これもまた一つの死ですね。それこそゼロから始めなきゃいけない、ゼロから始めなければいけない。そうすると読んでお分かりのように、肉体的な死というのは後で来るんですけれども、それまでのプロセスの中で今までは全く問題なかった神様との関係における死というのが、ここにもあそこにも出てくる関係の死。だからなんとなくこう、今まではとってもなんか親しみ込めて愛情込めて近づくことができたのに、罪を犯したというか、この禁止条項を破ったおかげで、なんか神様を遠く感じる、なんか違和感を感じる、神様の見ているところにいるとなんかこう居心地の悪さを感じるというような意味ですね。それはある意味ではその関係における死ですね。関係における死。そしてやっぱり人間が動物を抑えきれなくなっているというね、動物を抑えきれなくなっている、あるいは命あるものを抑えきれなくなっているということも、また現代の一つの課題としては非常に重要なものかなと思います。これは3章でしたね。それで3章はそういう意味で、あのアダムとエヴァの失敗といいますか、罪から始まって非常に深刻な神との関わりにおける死がもたらされたという説明がありました。神との関係における死がもたらされた。それゆえ女性は産みの苦しみを、そして男性は労働の苦しみを味わうことになり、生活の苦しみや痛みというのは結局ここから来たのだというふうに理解される。4章に入ると人間の死が出てきます。しかも殺人ということでの人間の死が出てきます。出発点はどこからかというと、蛇を収めることはできなかったというところからですね。そう考えていくと、やっぱりこのアダムの責任はとんでもなく重いんですよね。本当にアダムの責任は重いんです。じゃあ神様はアダムを憎んだかといえば、私はそうは思わないんですよ。革の衣を着せてあげるくらいですから、何らかの形での犠牲をアダムのために相変わらず提供しているわけなんで、そう考えるとどっかにこう死を経験するようになったアダムではあっても、神の側からの恵みが全部取り上げられたということではないのではないかというふうに考えます。ちなみに命の木ということが創世記に出てきますけれども、この命の木はどうなったんだろうっていうね、質問とか出てきますが、うまくできてますよ。そう、新約聖書の一番最後の黙示録の最後の方に命の木って出てくるんですよね。どういうところに生えているかというのも書かれているんです。非常にまあ、分かりやすい形でその言葉が出てくるので、ちょっと嬉しくなるんですけども、聖書はあんまり神話化するような形で書かれていないんです。こういう昔の物語でもなんかこう理屈に合わないというか、そういうふうには書かれてない。例えばここに突然精霊が現れてとか、ここに突然その子供の精が現れてとか、天使が現れて、そういうあんまりね、こう何て言うんでしょうね、こう夢物語のようには書かれてないんです。聖書って非常にリアルなんです。リアルだから聖書の中にあまりディズニーランドの世界はないんです。
結構リアルね、みんなね。だからある意味で非常に分かりやすい、あの、あ、そうなのかって分かりやすい。ディズニーランドの世界ではですね、あれ誰が悪者で誰が正しいのかね、めちゃくちゃで分かんないんですよね。別にそういうのは、そんなことは全然考えてないと思うんですけど、もうとにかく楽しませようということでいっぱいなんだと思いますけど、でも聖書の中にはね、ディズニーランドのようなイメージというのは出てこないんです。非常にリアルです、書かれ方が。だから蛇は蛇と理解した方が分かりやすい。うっかりこの蛇を、ね、悪魔だって言うと、え、じゃあど、え、悪魔ってどっから出てきたのみたいな、神様悪魔も作ったのとかいう話になるわけで、まあ、そういう議論はいいんですけど、この中にはそういう説明一切ないので、人間が不幸になり人間が死んでいく理由、人間の心を自分で正しくキープすることができない事情、それはこの中にあるというのがメインテーマなので、あのこの蛇がどこから来たかとか、それについては、まあ、これ神様に直接聞いてみるしかないんですよね。書いてないからね。だからあんまり書いてないことを考えてもしょうがないので、書いてあることを分かれば良いのだと思います。そんなわけで来週は4章、創世記の4章で、アベルとカインの物語ですね。これも本当にリアルな物語なので、なんかちょっとドギマギするというか、そういうのありますけれども、死がもたらされ、もう即男性と女性との間に亀裂が走り、この女がとかいうね、罵りの言葉が生まれ、でその結果また今度は子供同士の中で、兄弟同士の中で殺人事件が起こるという、罪のもたらすこう被害の大きさというのがだん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 こう明確になってくるんですね。ですから罪というのはね、なんかこう個人的なちっちゃいことではなくて、人間がもう全部の人間が影響を持っているもので、パウロは私たちは全て罪の下に置かれているという表現を使ってるんですけど、罪ってなんかこのポケットのこれかなみたいな、そういうことではなくて、私たちは罪の下に置かれているのだ、もう罪の支配下の中でもう振り回されてしまっている、どうしてもやっぱり神のもとになかなか立ち返れない、やろうと思う良いことができず、ね、やっちゃいけない悪いことばっかりするような傾向がある。そして何かといえばすぐに理由付けをして言い訳をしてごめんなさいと言えない。それはあなたが弱いからではなく、罪の力の下に閉じ込められてしまっているからなのだ。まさにアダムとエバが罪を犯してるから、彼らは罪の下に、つまり咎めとかね、在籍感とか恐れとか、そういうのがね、閉じ込められてしまっているんですよね。心に恐れがあるって言い方するけど、心に恐れがあるんじゃなくて、恐れが私全体を覆ってしまって、もうとにかく足が動かなくなってしまうというような状況が起こる。それが聖書の教えている罪。それは小さなことから始まります。で、それに対してイエス様が来てくださったんだよということで、なんかホッとするわけですね。本当にホッとするんですね。そんなわけで来週はもっと大きな事件が起こるわけですけれども、もう一度この3章の全体をお帰りの電車の中などでちょっと読んでみてくださいますかね。あなたが読む、その読む中で新しく発見できる、あ、関根先生これ言ってなかったけどこういうことかなとか、そういうこともきっと出てくると思いますので、ぜひぜひ楽しみながら読んでいただきたいと思います。一言お願いします。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たちのために残してくださった素晴らしい書物の中に、私たちの不安の原因が書かれており、私たちの情緒不安定な理由が示されており、しかもそのことのための救いの道も教えていただけることをありがとうございます。どうぞ聖書を読みながら自分の現状をしっかりと踏まえて神に近く生きられるように、神にごめんなさいと言いながら、人にもごめんなさいと言いながら生きることができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。もう一度この讃えます神様という歌を、賛美して終わりたいと思いますが、いきますよ。地に住む思いを超えて豊かな実り
お忙しい中このワークショップに来てくださって本当にありがとうございます。来週は先ほど申し上げたように創世記の4章ということですので、ぜひ楽しみにお出かけください。新しい発見がきっとあると思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。今日私ネクタイなんかしちゃってるんですけども、これ午後ある団体の理事会があってですね、やっぱりどうしてもなんかネクタイがっていう感じなので出ないといけないのかっていう感じで、まあたまにはいいかなと思ってですね、言うんですけど、なんか今までずっとこのバイブルワークショップはだいたいセーター、とっくりのセーターでずっと来てるんですけど、たまにこういうのがあるとですね、この人誰かなって勘違いされるかなとか思うこともあるんですけど、まあでも来週はもうちょっとラフな格好になると思いますが、まあ楽しみにしてください。お疲れ様でした。